やばない10時以降やってびっくり10時以降なきせえへんけどな別に今10時以降なんですねこれえすごないなんか成長感じるわ自分に10時以降だよやばいよね10時以降に天灘が配信してるんだ ね、15分ぐらいショールームやってすぐルームス行きますそうそうやねん時間のなれがなくなったから拍手だよねそう大人の階段登ってますこんなところからそうさすがにこれはワクワク間違いないほんまにそう あー痛いよ湧くよね明日も仕事もそうよな平日やんもん今日は火曜日みんなね4月からなあ環境が変わったりで大変やと思うけど頑張ろう普通に頑張ろう やっほー生誕待機してたありがとうマジ10時天てもまあ待っててんけどなあのちゃんと時計見て秒針見て見てたえー、それなー10時以降ってマジでかないだってさ絶対10時以降の方が見れるやん、まあ、みんなとは限らんけど大体の人はそうやからいいよねー てんなのメール見て思ったけどいろいろ制限あるよね学生の間はそうやねんそうなのさ結構限られててできひんこともあったんだよねなこの時間にてんな見れるの嬉しいえそれなあてんのもこの時間にえ賞味さこれぐらいが一番いいやんやんな <laughs> やっから いいよね、これが天んのもそう思う天んのもこの時間が一番やりやすいネイルもあかん髪染めるもあかんって言われるもんなそうでもちょっと聞いてほしい天て今あのー、何爪天てさあのさ自分のなんか中で唯一これだけはなんか 自信持って言えることが爪の形やねんなマジで爪の形はマジで綺麗やと思ってんねん自分で <laughs> 綺麗やし何素晴らしい <laughs> 素晴らしいと思ってんねんよ爪だけは <laughs> でま,まださネイルもできひんわけやんか昇格してないしやから せめてものっていうあれで爪を伸ばしてるわけ今めちゃめちゃ綺麗に伸びてきててちょっと見せたいめっちゃ綺麗くねこれはもう今爪弱なるから補強のやつ塗ってるけどめっちゃ綺麗じゃないやばくないえやばない やばないそう補強のなあの爪爪ってマジで脆いからあの割れにくくするために補強のあれを塗ってんねんけどでもめっちゃ綺れくないやばいよなえぐいわマジで <laughs> マジ最高そう学校やったら切らなあかんやん爪って。 だからそうそう地爪ですほんま爪だけはマジ自慢できるわてんなほんまず <laughs> もう見てほしいもんやばいよなつけ爪いらんもんなもうここまできたら。 どれぐらい伸ばすいやそれはもう分からへんねんけどそうえマジで綺麗よな思うでてんなもうちょっとマジで綺麗じゃない、うん、<laughs> やばいよなほんまこれが唯一自慢できるやつで何を飲んでるかって言ったら、えー、スポロンです 爪以外も自慢でできるとこいいいっぱいやや顔もももスタイルも全部いやもうそんなありがとうなん言ってくれるのは天野のこと好きでいてくれる人だけですよウキウキしてる天野かわいすぎるやろえ、そうなのよこれマジ自分であのまあ毎日爪見んねんけど <laughs> もうテンション上がりすぎてやばい爪ってマジでいいねん わかる手元っ,ってめっちゃ見るやんスマホ触ってる時でもそうやけどだからいいって話 <laughs> そう割れたら嫌やからそう補強頑張ってるちょっと割れへんようにスポロンそうおいしいこれこういうのめっちゃ好きやねんわかるこういう飲み物 かかるかねみ未来とユニバ行ったんやけど未来がせやん子供になつかれててずっとその子と遊んでたすごくねえめっちゃいいよな子供ってさマジ無性に可愛いなんでなんやろマジ可愛いいわ爪切りやったら確かにテンション上がるえやんなやんなやんなマジそうネイルした女の子の現象やえそうなんよ爪はマジモチベー そうそうえ、そうやね指も綺麗に,に見えるやんこう手先指先とかも綺麗に見えるやん爪綺れやったらそれもいいよねっていう話です毎日子供とかかかってる保育士さんやったっけ保育士マジいいよな今もなんか いつか保育士しようかな <laughs> 保育士したいなで、今日はまあ別になんか何を話すとかないからあのちょっとずっと開けたかったやつは開けます今度んなのペンライトカラーのネイルするえ店に来てな絶対直接 直接見せに来て早うめやすーそんなそんな簡単に言うもんちゃいますそんなことがほんまにそんな簡単に言ったらあかんよそんなこと一緒に保育士しようマジで保育士っていいよなもうなちゃうねんこれほんまちょっと言わしてほしいねんけどなあのな劇場になあの 公園をたまにち,ちっちゃなお子さんもあの連れて来てくれる人がねい,るいらっしゃるんやけどあの娘さんとか息子さんとかを連れてきてくださって、まあ、その子供っめっちゃちみ,みんな来る子ちっちゃくってでもうさまず足下についてないし。 ななん体操座りとかして見てんねんなもうたまらん可愛くてやばいずっともうなんか目いっちゃってなんか逆にこっちが目あったらファンさせてもらった感覚に陥るみたいなマジで可愛いよんやなたまらんよねハローってんなハロー街中の人にネイル見せ,見せつけるために手もで戻りながら歩いてるなう かっこいい待って、なうなうてか、手も手も踊りながら歩いてんのやばいな。いや、いいこいいと思うよ。宣伝にはなるよね。<laughs> How are you?I'm fine.Thank you。Fine. え、そうそう、ちびっこいたやろ、昼公演に。もう、ほんま <laughs>。たまらんかったもん。ほんま抱きしめたかった。もう。 逆に握手そうそう子供っていいよねマジでかわいいで今テンナが開けてるやつはこれねこれこれが出たキックボード乗ってるやつこれはねプキちゃんがテンナの お誕生日プレゼントでくれてたやつやねんけどもうなずっと開けたかってんけど何かで開けたいってずっと思っててっていうのをずっとしてたらこんな時期になってしまって今ってやつえこれな,なんなん有名なキャラクターなんってなこのキャラ全然知らんくてでも可愛すぎるから嬉しかったもらってこういう開けるやつめっちゃ好きなんよ わかるテレタピーズテレタピーズテレタビーズってやつなんえみんな知ってんのやすっげえでんな「SayHello to me <Hello. S 2>」「Hello」へえそうなんや。 深夜の天哪無むそすぎえ別に何もいや何も変わらんのじゃん変わる見てかわいすすむねんけどやばない今日は何してたのえ散歩行った今日めっちゃ歩いたで多分一人で散歩してためっちゃいい天気やったから超かわいいねんけど 発射するなえー、かわいいえでもちょっとなんかさめっちゃ嫌なこと思いついちゃってめっちゃ嫌やねんけどこれな目がさ見えへんな目がなあのなこっち向いてんねんやんかこんな感じやねんでもさこれがさこっちになったら怖いよねっていう何で言ったんやろ 思いついても言わんかったらよかったな言ってしまった言ってしまったら余計怖いって言う、はい、これかわいいあ、はい、<laughs> かわいい素敵プキちゃんありがとう顔似てね似てる顔ほんま 似て,似てんのかな音楽聴き,きながら歩くのめっちゃよくないこの前手もでも聴きながらランニングしてたえ <laughs> でもでも <laughs> あでも確かにリズムあるからいけるかそうていうの音楽聴きながらやる散歩はでも逆に聴かんと何無心で歩くのも好きそれ夜寝る前寝る時「なる」で。 目あ目合うやばいよそんなやめてよそんな伸ばし棒で怖いってやだよーちょっとまあ寝るときは裏向きよっかな <laughs> バシバシのまつげ描いてあげようまつげな確かにまつげないわやなんかちょっと嫌やなこんな時間に言うからあかんねんわかる 自分で言ったんやけどね夜寝と間にそういう人間になっとるかもねやばいって<笑><笑>え無理普通に今日さなんかさ花粉で目赤かへんのよなマジブスごめんな あー確かにほくろかいてみようかな待って天何か今思ってたこと売ってるわ朝起きたら少し前に進んでたりそうちょっと動いてみたりとかね15分経った早っ後ろ向きに置いたりし置いたら振り向いてくるかもしれないあうわめっちゃ嫌やなどうしよう箱に戻す <laughs> やめてーちょっとみんなさ何なん,なんす何ちょっと嫌や,や,や,やわ <laughs> いやいやわもう15分たったんやけどえっとルームスでは天がずっと紹介したかったものを紹介しようと思ってるからちょっと楽しみにしていてください最近よかったのちょっと紹介しようと思って共有共有そうやの出しといた方が喜ぶんそうやねんけどそうやねんけどな分かってんねんけど レイナ生誕入るけどてんちゃんおらんそうやねんレイナの生誕出たかったけどちょっと陰ながらで応援させてもらうわ遅くまでの配信解禁された時に限ってそんな話するから「ちゃうねん」でもさ好きやねんそういう話好きやけど怖いから嫌みたいな矛盾矛盾です 何,何欲しいなっとる何だこれ何にかぶせる <laughs> ってないしょどれなんやろうう待って寝れてる時にキックボードのむめっちゃ嫌やねんけどやめてな普通にじっとしとってな頼むからいややわかつら <laughs> かつら <laughs> かつら <laughs> そんな埋まってまうがなえどうするよそんな髪の毛短くなっとったりしたら。 イメチェンでみたいな普通に無理いやそれ直接言わなあ,あかんでしょう,、ね、うなずいたやばいって <laughs> マジでしゃべりかけてんいやもうそれはなやっぱり直談判せんとな自分かなって分からんから多分。ショートにおいそうホンマってんなでも絶対髪切らんで。 髪切らっていうか短くせえへんていうてな一回短くしたことあるけど伸びた時のあれが嫌すぎてしかも髪の毛何もできひんからさ何もってかレパートリー少ないからおもんないって思っていや,いや新しい髪者どうえ逆にどうなん <laughs> みんな的に <laughs> みんな的にどう <laughs> みんなちょっとマジって感じやねんけど <laughs> どう ちょっとごめんって感じやねんなマジそうだからちょっとあんま宣伝したくなくてあのツイッターあげてない X か <laughs> 前の方が良かったとか言ったらあかんけど前の方が天の的にはまだ見てられるぐらいやってんけどもうあんま言ったらあかんよねこういうのはね 全く怖すぎてんのもばめなかったらそういうことだと思って帰どういこと死んだってこと <laughs> えぐない <laughs> マジ無理ええー、ろ。れえどうやったかななんか分からんけど えそうやんなやっぱそうよな分かるわマジで前の方が良かったよなもうほんま無理あかんよなこんなんあかんこんなんあかんよな普通に考えていや何でも感謝しなあかんねん分かってんねんけど分かってんねんけど <laughs> 分かってんねんけどさ <laughs> ないやもう言えばや,、ま、やめとけばえっちゃルームスで言うわ <laughs> ルームスでルームスでね ちょそれについてはしゃべろう普通に考えてだからあのまだルームス入ってないよって人はあの気になるんやったらルームス天ちゃんズ入ってください <laughs> 待ってなほん、えっとここではちょっとあんま言わんとこね <laughs> そうそうめっちゃ撮影自体めちゃくちゃ面白くてめっちゃおもろかったよあの撮影なんか何やろ何て言うの自然体みたいなめっちゃ笑顔で 撮りますみたいな感じでめっちゃ褒めて褒めちぎって撮影してくれてもうてんな大爆笑して写真撮っててんけどほんまに面白かった楽しかっただからめちゃくちゃ楽しかったんそう <laughs> もう劇場のやつ変わってんでいやもうここあのショールームでは何も言わないんです私はもう <laughs> <laughs> そうやんな自撮りを愛車にしたらなかなか良さそうやけどなそうそうそう「<laughs> 国民的美少女コンテスト感があるほんまに言ってる? <laughs>」 ほんまに。<laughs> いけてたよ。片言だ。そう、多分そうと思うで、一年くらい変わらへんのちゃうかな。前のやつもそうやしな。うん。そうなんですよ。よし、ちょっともう、はよゆい、はよ、ちょっと喋りたいこと。できたから。 ルームスイックは。ということでランキング読みます <laughs>。13位「あんとさんありがとう」12位「かずさんありがとう」11位「ゆうとくんありがとう」10位「けいさんありがとう」9位「みらいちゃんありがとう」8位「さとくんさんありがとう」7位「ともひこさんありがとう」6位「なおいきぬさんありがとう」5位「たむたむありがとう」 まことくんありがとう3位おかちゃんありがとう2位ウルフさんありがとうそして1位はバリーさんありがとうみんなありがとうアイテムもありがとうございますということで今からすぐすぐすぐルームス行くから早くルームス来てくださいルームス始めたら秒速でしゃべりだしますということでみんなありがとう10時以降の配信初まあ、またすると思います じゃあね。ありがとうバイバイ。